価値がある金貨でしょ。うん、あっちに帰ったらきっとすごく高く売れる。だからずっと思ってたし、私の宝物でも、だからこそこの金貨には私の夢が、思いがいっぱい詰まってる。エルビーラ様は夢の神様だから、もしかしたら何かの役に立たないかなって。アレットちゃん、ありがとう。大切に使わせてもらうね。お願いね。よっ、町の見回り終わったぜ。思っていたよりもみんな落ち着いていた。これも町長のおかげかもしれんな。それでなんでお前らは集まってるんだ。まさか何かいい案が見つかったのか。ううん、それはまだこれからなんだけど。なるほど、思いが詰まった品か。それでこいつはあの金貨を渡したのか。うるさい、こっち見んな。しかしアレットの考えは間違ってません。エルヴィーラに働きかける道具を作るなら、おそらく普通の素材では。そういうことならこいつも使ってくれ。妹さんからもらったお守りでしょ。構わねえよ、エルビーラ様には世話になったしな。それにここで出し渋ったら逆に家族に怒られちまいそうだ。ですが使わなかったらちゃんと返しますから。ああ頼む。私はこれを。これってズメイの鱗じゃない。あんた、そんなの回収してたのね。奴は私の過去そのものだった。これはその後悔とこの世界での出来事を忘れないために取っておいたものだ。いいの？錬金術に使ったらなくなっちゃうけど。なくなりはしない。本当に大切なことはすでにこの胸の中にある。ああ、よろしく頼む。よし、頑張ろう。絶対にエルヴィーラを助け出すんだ。ああ、そうでした。干ばつが起きた時、村を救うために頑張ったのは私やルアードだけじゃなかった。村のみんなで乗り切ろうと必死になって、だから私は村のみんなを笑顔にしようと。ソフィー、慌てて大切な素材をダメにしないでくださいね。どれを作りましょう。